はい、どうも、ゆうねいです。あの、大きな蝶々がなくなったので、こちらのケースにね、マムグリちゃんとハイトリグ、トリグモちゃんを移動させました。こちらの方が広いですし、管理がしやすいですからね。まあ、それに、まあ、このケースに入れておくと、ハイトリグモ君の餌の方から、 ね、やってきてくれますしまあそんなのが湧かないように、まあ、部屋を清潔にしろって言われたらそれまでなんですけどねでまあ今回ね、まあ、新しいメンバーとしてこちらのカミキリムシくんが加入いたしました例のごとくあの蝶々を拾ったのと同じ場所で、まあ、暑さと渇きに苦しんでいたので保護しました なんていうカミキリムシかはまだ調べてないんですが見た感じで薄黄緑色でまあ反転模様が体の端にあるという感じですね、まあ、昆虫ゼリーで溺れないように爪楊枝で足場を用意しました、まあ、万が一ボチャンとなったらここに捕まって助かるはずですまあこっちの子はそもそもねもうほとんど食べる以外は 寝てるような生活してるんでまあこちらには来ないと思いますけれどまあ念のためねまあ多分このこのカミキリムシ君もおとなしいのでまあ多分喧嘩にはならないと思いますがまあ餌場を2箇所に用意することで まあどっちかがねまあ基本的にこっちが我慢することになりそうなんですがまあ一応喧嘩のリスクをね分散できたかなと思います、まあ、あとこのカミキリムシ君がいることによってね部屋の部屋に湧いた症状灰とかが入ってきてもまあ普段から寝てばっかりのまあこの子やちょっと まあ引っ込み思案気味なこの子と違ってこの子はずっと歩き回るでしょうからまあ多分肺に対する牽制にもなるんじゃないかなと。まあというわけで今後はこのケースでねこの3匹を飼育していきたいと思います。うん。それではまた。